俺競馬やらねえ。当たる気がせん。ギャンブル一切しない。でもカジノはね負けたことないんですよ僕、一回も。グアムでもそんな大した金額じゃないですけど、グアムで40万ぐらい買ったかな。なんかシンガポールでも20万ぐらいかな。それぐらいかな、ギャンブルやったんで。いや、カジノ行って40万なんか大したことないやろ、だってそれ普通に。いや、この間カジノ行ってね、40万買ったんすよ、言うてるけど、40万買えってなるやろ。みんな競馬好きな、あれなんでなん？やっぱお金儲けできるから？競馬で俺買ってる人見たことないけどな。どうも、小ニャワンは競馬っていうのは、なんか自分でカード引くとかやったら分かるけど、なんか、馬が走って、それ当てるって。人乗ってしかも。相当賢くないと無理やろね、ほんで、競馬。いや、好きになる理由もめっちゃ分かるんやけど、俺は、どうも。皆さんは次の動画もすぐ見るー。